相手に合わせるっていうことを私はまあ今までそのコミュニケーションの中でそこを意識するっていうことをあんまり考えていなかった部分があったんですね。まあ、ですが、まあ、先生のコミュニケーションメイクを使ったコミュニケーション術っていうのを習ってから、まあ、そこをとても意識するようにはなったんですね。そうするとやっぱり私の中での、初対面の方とかそれからちょっと苦手だなとか思ってた方へのコミュニケーションの仕方っていうのが楽になりましたし、うんうん、で自分から声がかけられるとかその方に合ったコミュニケーションの仕方っていうのを自分の中でこうあらかじめ準備してでこう関われるようになったので、うんうん、そこっていうのはやっぱり自分がコミュニケーションしていく上ではとても大事だったし、まあ、生きづらさっていうのが本当になくなりますよね。で、楽しくなるしっていう意味ではもう本当にこういうコミュニケーションの仕方っていうのを意識するのって大事だなっていうふうに改めて思いました。